午後5時5分現在の九州全域の道路交通情報をお知らせします。はじめに九州道、福岡、本州方面の情報です。鹿島ジャンクション付近を頭に4キロ渋滞しています。続いて九州道、鹿児島方面の情報です。益城熊本空港インターの先を頭に熊本インター付近まで8キロ渋滞しています。引き続き大分道、福岡方面の情報です。知事ジャンクションから九重インターまでの区間で地震により通行止めになっています。引き続き大分道、大分方面の情報です。九重インターから知事ジャンクションまでの区間で地震により通行止めになっています。午後6時55分現在の九州全域の道路交通情報をお知らせします。はじめに九州道、福岡、本州方面の情報です。鹿島ジャンクション付近を頭に5キロ渋滞しています。続いて九州道、鹿児島方面の情報です。八幡インターの先を頭に4キロ、津良瀬インターから若宮インターの間の神殿トンネルの先を頭に2キロ、古賀インターの先を頭に2キロ、熊本インター出口を頭に2キロ、益城熊本空港インターの先を頭に熊本インターの先まで6キロ、それぞれ渋滞しています。引き続き東九州道、北九州方面の情報です。シーダインターの先を頭に3キロ渋滞しています。引き続き大分道、福岡方面の情報です。知事ジャンクションから湯布院インターまでの区間で災害により通行止めになっています。引き続き大分道、大分方面の情報です。湯布院インターから知事ジャンクションまでの区間で災害により通行止めになっています。この時間、その他の路線、方面には通行止めや渋滞などの情報は入っていません。